えー、このチャンネルでは、英語上級者の皆さんがさらに上に行くための発音のポイントを支配しています。あですが、私のクライアントさんの50%が英語コーチ、そして英語発音コーチの方なんですね。えー、なので、今度6月に英語コーチ、英語発音コーチ向けに発音セミナーを行います。4日間のセミナーで、4日間、6月の9日10日11、12日の4日間で、私が 普段英語上級者の発音の音をどうやって聞いているか。 そしてどうやってフィードバックしているかっていうのと、あとは参加される方に実際に実習としてフィードバックをするということを行ってもらいますので、その実習を出してもらって、それに対するフィードバックも一人一人にしていきます。で、さらに私はこの英語発音コーチングで生計を立てているんですけれども、特に2021年は年収、このビジネスで年収2500万円を得ることができました。どうやって 二千五百万円に達したかっていうのですね。この、えー、セミナーでも、ちょっとしたビジネスのアドバイスとしてシェアしていきたいと思います。二千十六年に始めて、二千十六年のこの英語コーチングでの収入ってゼロだったんです。クライアントさんが一人も来なかったんですね。<laughs> だけど、二千十七年から、もう本腰入本れてビジネスの勉強をして、で今、ビジネスを始めて、二千十六年の一月一日からビジネスを始めて、今年で七年目に入ります。 どうやってこの6年目5年目に年収1000万円に行ってで去年6年目は年収2500万円で,でどうやってここゼロからここまで行ったかっていうそのビジネスのポイントなどもシェアしてシェアしていきますのでこの発音セミナーぜひいらしてみてくださいね店員20名で今このこの動画を撮っている時点で残り10名です残り十名英語ネイティブの方も今回 参加されますだから英語ネイティブの方もウェルカムです。英語ネイティブの方って日本語と英語の,その音ってもう自然とそのできちゃってるじゃないですか。だからなかなか説明が難しいんですよね。なので私もあのたまにあの英語ネイティブの方がクライアントさんとしていらっしゃることがあるんですね。なので英語ネイティブの方もウェルカムです。このワークショップでは日本語と英語の音の違い、根本的な音の違いなどもシェアしていきます。 ぜひ概要欄の方をチェックして、えー、このセミナーに早めに急いで、急いでください <laughs> 締め切りになる前に撮ってほしいです。撮りたいという方は撮れる,撮れるようにしてほしいですので、ぜひサインアップしてくださいね。All right, so、s topic. <S 今回は、えっとですね、英語講師の方、英語発音講師の方に向けて作っているんですけれども、 そのいわゆるその大多数の人が教えている方法の逆をいくといいよっていう話をしたいと思います。で、これ本当私の経験から私,の経験あの私自身の本当自分の経験から来ているんですね。で、私は2001年にアメリカに来てでその時23歳で来てで、今、えー、今年でアメリカに来て21年経っていてもうすぐ22年目になります。で、その中で本当だから 英語が本当に話せなくって、もうど、どのくらい話せなかったかっていうと、あの、その2001年にコミカレに入ったんですよ。で、コミカレ、あの、短大に入って、 であの英語のテストととかかか数学ののテテスストト受けるじゃないですかで英語のテストを受けたらなんか一番下のクラスからスタートすることになってその一番下のクラスであの取っていた時にもう先生の話してることがもう何にも分かんなくって最初の頃なんて教室でボーッとしてたんですね先生が話してるの本当何にも分かんないからただただあの先生がいてで黒板があって黒板黒板というかホワイトボードですけどホワイトボードをボーッと見てるような感じだったんですね。本当にもう何が何 かかわんなくってで、えー、その先生がですねそのある日クラスに行ったらなんかみんなが提出してるんですよねでアイコも出してってなんか多分言ったと思うんです先生がそれで私が意味わかんなくってうんうんそれ,それさえもなんかよくわかんなくてうんうんみたいな感じで戸惑っていったらクラス全員がなんかクラス全員と先生が私のところを見てホームワークホームワークって言ってるんですよね ホーームワークみたいな「宿題あったの?」ってあの本当にだから先生が宿題出してたんだけど私本当だから何にも聞き取れないからただただぼーっとしてるだけでその宿題が出ていたことも知らなくってで,で学校に行ったらみんな宿題出しててでなんかあいこは宿題やってないのとか言われてえ宿題が出たことさえも知らなかったから「I don't know English」「I don't know English」だけを言ってで なんかすごい、クラスの人も、大丈夫、この子。先生も、大丈夫、この子。みたいな感じで、私、見られて。で、本当、その日からも悔しくってあの、クラスが終わ,る終わって終わら、終わったら、全部のクラスで、そのクラスが終わったら、先生のところに行って、ホームワークありましたかって。<laughs> 毎回聞きに行ったとか、そういうことがありました。だってクラスで ね、先生がこうやって話してるの一切聞き取れないわけだから終わってから直接先生にホームワークありましたかって「is there a homework?」みたいな「ホームワーク?」みたいな感じで一回一回全員の先生に毎回クラスが終わるごとに聞きに行ったっていうそういうなんか、うん、そういう悔しい悔しいところからのスタートですよ23歳ででいろんなその発音の,あの練習をしてきました 6年目でああ、基礎ができてなかったと思ったんですね。で、あのそれまで真似ばっかりしてきて。で、えー、6年目で基礎ができてなかったって気がついて、で、発音矯正っていう分野をその時に初めて知ったんです。で、発音矯正取りました。すんごい有名な人から。The American Accent Guide っていう本を買って、で、その本を書いたビュリーから直接レッスンを取りました。 電話電話レッスン携帯レッスン当時はスカイプとかない時代だで UCLA で言語学を勉強してで音声学を勉強してそしてそれが終わってからもまたもう一人の人に俳優さんを教えてる人ですね俳優さんのアクセント アクセントの練習をしている方カナ,ダカナダの俳優の人のアクセントをアメリカのアクセントにするっていうことをプロで教えている方から、えー、また発音強制を取ったんですね。ででもですよ私の,日本あの英語ずっと日本語っぽいままだったんです変わらなかった。すごいだから知識はもうすごいたくさんある頭でっかち。 <laughs> 頭でかしでもそもそもそそのの教えてその発音矯正とか教えている人たちってそもそものその英語の音が他の言語とどう違うかっていうのを教えていないわけですよ。私があの 習った発音矯制の先生っていうのはそもそも日本語を全く知らないわけだから日本語がどういうふうに発音されて英語はどういうふうに発音されるかっていうのは分からないからそこ説明できないじゃないですかで私が習ったのはその口の形舌の位置発音記号リンキングとかリダクションとかどういうふうに、ね、あの音が出されるかとか練習したけどそもそものその英語的な音とは何かっていうのを学ば,学ばなかったからそもそものその 英語の音に行けなかったんですねなので大多数がそういう風に教えているんですね。で私も以前は実はそういう風に教えてたんですけれどもでも教えていくごとにクライアントさんの発音がどうしても日本語っぽいまま。で私も当時は あの2016年に英語発音を教え始めようと思った時にはまだまだ私の発音ってまだ日本語発音だったんですねで当時は気がつかなかったけどで今思うとすごい日本語発声なんですこの私のチャンネルの最初の動画見てみてください発音と今今の発音と全然違うめちゃめちゃ日本語っぽいすごい弱い浅いすごいなんか表面的なあの感じのテクニックはいろいろ知ってるけどでも根本的な音が日本語のまま。 で英語を話していたんですね、えー。なので、やっぱりでもそういうことをその、えー、口の形下の位置。 ととかかか発音記号とか教えるるっっってていうのはやっぱり主流にななじゃないですか私もそういうふうに教えてたから今は分かるんですけれどもやっぱりでもそれってやっぱり大多数の人が教えているテクニックですよねでもしその大多数の人が教えているテクニックが本当に効果のあるものだったら日本人であの英語で困ってる人なんていないはずなんですよ大多数が教えているやり方で本当に効果があるんだったら 日本人で英語の発音で困ってる人なんていないはず。わかりますだから、誰も教えてない方法を教える方が絶対に効果的だと思うんです。私が今教えている英語の発音のテクニックって他の人は教えてないです。本当に私、いろんなことを学んできた、その学ぶ立場として散々学んできたんです、英語の発音って。でも、今私が教えていること、 私がどんどんその英語と日本語のその根本的な音の違い振動の違い空気の違いエネルギーの違いに気がつき始めてからああ英語の音ってこうだったのねっていろいろ気がついていった時に振り返ったらこういうこういうことを教えている人って一人もいなかったんですよ今も私一人しかいないと思うだからやっぱり誰も教えていない ようなやり方っていうのが本当に効果があるやり方だと思うんですよね。だって大多数の人が教えているそのリンキングとかリラクションとか発音記号とか口の形とか舌の位置とか喉ののをこうあーってゆっくりあの鳴らすとかで私そういうことを教えていなくって全然違うことを教えているんですけどクライアントさんもリスニング力もアップするしすごい英語的な音になっていってるんですね。 で私自身もあのその自分の気が気づきで英語の音に行くことができた。だから多くの人が教えていることの逆を教えるといい。例えばリンキングって音繋げるんじゃないです。私が教えているのは音は繋がらない。結果的につながっているように自然に聞こえるだけで。 音はつなげないで、一個一個死因母音一個一個独立させて、一個一個切り離して発音していきましょうね、というふうに教えてるんですね。私自身がそうだから、リンキングリンキングってつなげようつなげようと思っているうちは日本語の音から出られなかったんです。でも、ある日、あ、リンキングって音つなげることじゃなくって、 最終的に音がつながっているように聞こえるっていうことだから音は一個一個独立させ,させて切り離して発音していかないといけないんだって気がついてやっと音がすごい英語らしくなったんですね、えー、なので発声も全然違う今あの日本語っていうのは今私がこういうふうに話してる時は自分の声が外側から聞こえるんですけど But when I speak English I feel the vibration inside of my face and I feel like, oh my god, this is so loud. Right? なので本当にここ,ここが響くんですね。すんごい響くから内側から自分の声が聞こえてあ、うるさ、うるさと思うんですね。<laughs> 本当にだからあの本当にその日本語と英語の音って全然違います空気の量振動の量空気の出方振動の出し方そしてエネルギーどうやってエネルギーが動くかっていうのも全然もう根本的に日本語と英語と,とでは違うんですよだからみんなが教えてる方法にいかないこと皆さんこの動画を見ている英語コーチ英語発音コーチの方はレベルが高いんですよねそしてもっともっと高いレベルのクライアントさんをサポートできるようになって いいですよねわば他の人とは違うレベルでしっかりと教えられるようになりたいんですよねだったら大勢の人が教えてる方法にいかないこと大勢の人が教えてる方法でできるんだったら日本人で英語で困る人なんていないはずなんですよでも実際は にあのアメリカに40年住んでいても英語が全然話せないっていう日本人が多いように自分でその英語の音を探しに行かないといけないそれってすごい大変なことなんですけどこの英語の,その根本的な日本語と英語の違いを教えられる人がいないと教えていないとこういうふうに40年アメリカに住んでいても英語が話せないという日本人が出てくるんですよね。結構いるんです結構構いいるるんんでですすだから えー、英,語英語の音っていうのは自然と入ってこないそんな口の形下の位置だけ習ったって私もそういうふうに習ってきて日本本語発音かからら全然出られなかったんです本当にだから皆さんはもっと高いレベルを目指しているコーチだからその大多数のその方法に行かないことそっちに行かないで。 誰も教えていないような方法に行かないといけない。私もそっちの方に今行ってます。だから、巷で言う、その大勢の人が教えている方法と私、逆を教えていることが多い。本当に全て逆。て っていうのにだんだん気がついてきて、だから日本語発声から出られなかった。だから逆を教えられる,られるようになってきています。そっちの方にどんどん行っているから、皆さんもそっちを目指してみてくださいね。で、6月の9日、10日、11、12日では、これについてもっともっと詳しく説明しています。えー、なので、4日間かけて、このポイントを、えー、ぜひ学んで、レベルアップを目指してみてくださいね。 All right, so please let me know if you have any questions and I'm looking forward to seeing you at the seminar. So please sign up now so that you can get in because there are only 10 spots left at this time. You know, this time, meaning I am creating this video right now and there are only 10 spots left. So hurry up and sign up and see you in the seminar. All right, so thank you very much for watching and see you guys in the next episode. Bye.